待ってて。はい、カレン。一本目スーパー G。ああ、もうちょい頭低くしろ、カレン。ああ、なんだ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 、それはお前。いやダメだ翔太、これクローチング高い上に打ち足乗ってるわ、スタンス狭い、これはいいとこないです。はい、次 OK。 はい、ライム。いやー、全然曲がり感なんだから、フットも全然難しくないから、張り付き感がない。フットみたいに上のハードから入っていったらダメだよ、まっすぐ突っ込むとジープの深いチャンスがいいんだぞ。頭高い。はい、オッケー。はい、レオン。ちょっと待ってて。張り付き感がない。頭高い。もっと低く低く。あ、ごめん。はい、鈴鹿オッケー。鈴鹿、まだ上クロッチング来ないよ、鶴の手前ぐらいまで頑張って打ち足乗るな、打ち足乗っちゃダメ。ここが G スーパー G ポールで滑れるわ、カモシカの正面なんて怖くね、ドッキーなんて。はい、よし、オッケー、狙いです。はい、了解。いやー、お前なんでこのスキルこんな落ちちゃうかな。はい、ユーマ OK。 打ち足乗るな、打ち足。 OK です、お願いします。頭がないです、お願いします。スタンス狭い。打ち足乗るな。はい、ちょっと待ってください。しだらさん、 GS の練習だと思ってしだらさん行きましょう。あのライン高くても全然 OK なんで。はい、どうぞ。ひなべさん、ひなべさん、この急斜面の手前はスルーゲートですからね、赤と青を一緒に大きく一個で曲がるターンですからね、私の範囲にはね。体開かない、ジェラさん。バイキン。はい、スタートいいっすよ。はい、スタート OK。 山田さん、スタート。山田さん、山田さん、体を開かないようにしていきましょうね。無理に外交を作ろうとして上半身が開かないようにしてくださいね。山田さん、ずっと正体で OK です。ずっと正体で。はい、膝の方まっすぐ向いていきましょうね。はい、OK です、山田さん。はい、オッケー。
はい、カレン2本目スーパージ。大事です、お願いします。 OK、 我慢、ちょっと待ってろ、ライム面使い、そう、面使って、そう、 OK、 面使って大丈夫。はい、ライム、お前 GS の滑り方になってるぞ。ターンを割って両足をベタ足で面を使う、なんだそれ。ちょっと待って、お前起き上がりすぎ、翔太、お前スタンス狭すぎだ、スタンス狭い、頭外に傾いてるね、ポジション高すぎ、今の一歩全くいいところないぞ、角から角、外、角から角なんだよね、翔太って。面を使ってる時間がほぼないで、クロージング高いし、まあさっきより気持ち広がっただけだね。そうそうというのは面を使えるって思うんだけどね。そうっすね。静かです、お願いします。ちょっと待って、お、レオン結構突っ込んできた。お、いいよ、はい。あ、これ多分左足まだプルプルしてるよ、左足が。そう、面を使ってから、左足に、左足に股関節とか乗せなきゃダメだ、体重を。まだやっぱこう、圧に、外力に耐えられるポジションが全然取れてないぞ。あんだけ腰が外に向いてきちゃうと、腰ってあれね、腰じゃねえ、お尻だ。お尻が外向いてきちゃうと、やっぱね、耐えるポジションが全然取れない。やっぱな、後半体回んないように我慢しないと。そのポジションをしっかり取ってごらん。なんだなって、やっぱね、頭が前に出ちゃってこう外力に耐えられるポジションになってないんだよな。ユーマ、ユーマ、ちょっとスタンス狭いぞ。スタンスしっかり広げてさ、切り替えるとき谷足の膝頭を下方向に向、はい、ちょっと腰開いてるぞ。腰開かないようにずっと整体する気持ちでいこう。はい、ちょっと待ってね、もうちょいガニまた切り替えだな。はい、 OK。 あー、開いてる、ほらほらほら。はい、志田さん、もうちょっと体スキーに整体していきたいですね。スキーと同じ方向を向いていけるといいですね。はい、スタート、 OK。はい、シドラさん、そう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 、そうです、お願いします。はい、ちょっと待ってください。はい、積極的にスキーと同じ方向に腰向けていくように意識しましょう。はい、 OK。 ってから外で軽くなる時間が絶対ないようにしましょう。ずっと張り付き感がないとやっぱりスーパー G はなかなかスピード乗ってこないので、面を使って外です。両足のベタ足を使ってから次の外足を使うように意識してください。はい、ちょっと待ってください。はい、 OK。 体がちょっと先行きすぎ。はい、山田さん、とにかくスキーと整体ですよ。整体、整体することをしっかり意識して。はい、 OK。 低くなっちゃうとやっぱ内足乗っかっちゃってターンの後半引っかかる原因になるので、しっかり内腰は高くキープですよ。で、外足内足もちゃんと角付けしましょう。両方とも角付けをしっかりするように意識です。はい、ちょっと待ってください。はい、 OK。
はい、カレン3本目。そう、よし、軽くなる感じはなくなったぞ。そう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 、面使って面使ってから、そう、ライム、スキー振るな、高い。翔太、もうちょいスタンス広くだ、もっとスタンス広く、もっと広くしないとダメだぞ、もっと。で、角から角になってるぞ、しっかり両足、ベタ足の面を使ってから次のターンしてこい。はよー、ちょっと一般の方いるから、一回スタートストップで待ってて、こっちが OK 言うまで待ってて。面使え、面、面が使えてない。スタンスはいいけど、なんか右外足、右外足の時ちょっと打ち腰が低くなりすぎてるぞ。打ち腰高く保とう、基本的に全体的に。いいね、はい、 OK。 はい、出すぎちゃってんだよね。お前はスーパー G の練習っていうより GS の練習だから、基本的に軸を長くしたいわけよ。軸を長く保つにはやっぱりね、頭が前に前方に出てきちゃうと、やっぱね、足が外出ていかないんだよね。目線も下がっちゃって、だから目線しっかり上げながら GS の練習だと思ってさ。いやー、足が長く使えねえなーお前は。ユーマ、3本目？ユーマスタート。そうそうそう、さっきよりよくない。はーい、ターンの入るときにやっぱり腰がすごい開いちゃってんだよね。肩と腰がすごい開いてるから、やっぱりスキーと整体しながら入っていく。いいね、はいよ。はい、腰整体する感じは良かったですよ。もう一丁さっきの感じでいきますよ。はい、ちょっと待っててください、うん、いいね。はい、整体する感じ良かったですよ。あとクローチングもうちょっと低くしましょうね。はい、ちょっと待ってください。はい、 OK。 面をしっかり使って間を作ってから次のターン入るようにしましょう。ちょっと急ぎすぎです。ちょっと待っててください。はい、スタート OK。 そう、それで間ができすぎちゃうんだったら、そう、クローチングにしちゃえばいいです。はい、山田さん、外腰しっかりターン方向に向けますよ。外腰ターン方向です。はい、 OK。 なので打ち腰高く、胸の前にしっかり両手構えていきましょう。ちょっと待ってください。大里さん、大里さん、あそこポール1本折れちゃって、そう、
多いよ。そうそうそう、麺使え、麺使う、そう、オッケー。おー、よくなったよライム。はい、翔太、カブのさっきの麺使う感じオッケーだよ。ああやってしっかり麺を使って次のターン入っていくように意識ね。はい、ラストだ、集中していけ。麺使って、麺、麺、手広げちゃダメね。スーパージーは麺、クロチン高い。はい、ライ、はい、レオン、オッケー、ラストだよ。はい、鈴鹿、さっき言ったみたいに麺をしっかり使ってから次な。オッケー、麺をしっかり使うぞ。麺が使えないとやっぱ次の外使いづらいからさ、これ GS にもつながる技術だからな。はい、いいぞ、ラスト集中ね。おし、レオンも良くなったよ。麺使って、はい、しだらさん、体の向きかなりいいと思いますよ。これラストでいきます。はい、どうぞ。ベタ足を作ってから次のターンですからね。慌てないでしっかりベタ足で重さをなくさないように次のターン入っていきましょう。はい、ラストです。はい、集中です。はい、スタート、 OK。ちょっと上に伸び上がっちゃってるな。オッケー、ラスト1本ね。はい、集中だぞ。しっかりベタ足作って、それからガニ股切り替え、あの全然、そう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 、はい、整体だぞ。とにかく整体だよ、しっかり意識ね。で、ガニ股切り替え意識して、そうすると面使えてくるからさ、もうちょっと。はい、ラストだよ、集中ね。おー、危ねえ、打ち腰が低いな。開いてるな。はい、オッケー、ラスト1本でいきますよ。集中でいきましょう。いや、開いてんな、これ。ほら、なかなかいいランだったよ。さっきの感じでもう一丁ね。ちょっと待ってね。はい、違うんだよレール、そうじゃない、そうじゃない、これじゃ全然グリップしてない、スキーが。もうさー、何、またはい、体が絶対に開いたりしないように、あとはターン後半が、はい、後期、おいおい、体回すな、おい、ローテーションすぎ。はい、オッケー、スキーずらさない。片付けがねえな、前半がない。はい、よー、マナエ、はい、マナエ2本目、体回さない。もう立てろ、はい、鈴鹿、オッケー、よー、外肩だよ、しっかりですよ。はい、ちょっと待ってください、立ってる、動け、もっと、はい、動く、
です。お願いします。はい、角田さん、腰の向きしっかり意識してください。はい、OK。ください。はい、中島さん、オッケー。はい、大月さん、外肩上がらないように、次の外肩ですよ、上がらないように注意してくださいね。あの、肩から入っちゃうとやっぱり次の外足がやっぱ甘くなっちゃうんで。はい、行きましょう。山田さん、さっき言った通りです。スキーと整体ですよ。はい、ちょっと待ってください。はい、スタート、オッケー。はい、敬語。さ、谷足しっかり乗るだろ。その谷足をしっかり返しながら、ガニ股作りながら切り替えていく感じで切り替えてみて。そうすると谷足のエッジがしっかり外れて、次のターン導入しやすくなるからさ。はい、やってみよう。オッケー。はい、篠原さん、あの、腰の向きスーパー G ですごい良くなったんで、向けたら荷重、向けたら荷重の繰り返しでしっかりやってみましょう。はい、OK。 レイルさ、ターンの前半に外腰が内足の真上に来るぐらいの感じで内側に体入れてきてごらん。分かった？前半だよ、ターンの前半に。もう一回、どなたですか？はい、ライも同じミスしないよ。お前がワールドカップ選手みたいに来ると思ってないし、そうさ、やらないとダメだよねえ。はい、ユーマ、オッケーよ。ガニ股切り替えで腰高だぞ。はい、オッケー。はい、返す。はい、ターン後半絶対体回さないようにね。回すな、回さない。おい、そうなんだよ、こういう滑り方してるんだよね。はい、かりんよ、オッケー。はい、動け、もっとほら鈴鹿。はい、マナイ、オッケー。しっかり角付けだぞ、角付け大事にね。ちょっと待ってよ。はいよ、体回すな、回すな。立つ、立つ。おい、おい。あー、ユーマー、さっきのもう一回やってごらん、ちょっとビデオ撮るからね。はい、野原さん、ちょっと待ってください。そう、入れる、入れる、そう。あー、でもさっきのはちょっと良かったな。はい、オッケー。もう一丁ビデオ撮ろうと思います。どうぞ。
いいので、はい、もうちょい上下に動くように意識です。あと2本は行きましょう。はい、オッケー、どうぞ。はい、山田さん、ちょっと待ってください。あー、スキー振りすぎ。はい、山田さん、OK。 お願いします。はい、敬語ちょっと待って。はい、敬語いいよ。あの、内足ちょっとさっき遊んじゃってたからな。内足も片付けしっかりだぞ。はい、石田さん、しっかり重さ乗せてくださいよ。重さぐっとしっかり乗せる。頭が内側入らないように注意ですよ。はい、OK。 石田さん、はい、OK、 これぐらいしっかり乗る。はい、ライムちょっと待って。OK、 乗せ方良くなった。腰は開いちゃダメです。はい、ライムいいよ。はい、こっから動かすよ。そうそう、